今日は2019年あれこれ撮れてんのかな2019年、4月15日です。シドニーのなんだっけ、ロイヤルドッグショーに来ています。ロイヤルイースターショーの中のロイヤルドッグショーに来ています。イースターショーはもっとこの全体のもうなんか巨大な大きなこのお祭りのことをロイヤルイースターショーと言います。シドニーロイヤルイースターショー、これは毎年4月に行われています。ボルドーはまあいいと思いますよ、僕は。これはただちょっとね、いやもうなんかちょっとね、なんか足が細いような気がするんですけどね。わそんなことないですかね、僕の見間違いかな。足がもうちょっと太い方がいい、まあ、カテゴリーがちょっと分からないのでちょっとね、なんとも言えないんですけどね。その若い犬だったらまだ難しいな。もうちょっとボルドーの正犬のボルドーの足はなんかこうもっと寸胴のようなボコーンとした長いのはダメですけど、そのなんかズドーンとしたボン、あのなんかこのほら足首が細いみたいになるじゃない方がいいような気がするんですけどね。この犬はまあさっきに比べたらこっちの方がいいのかな。いやわかんない、同じぐらいかな。いやわかんない、さっきの方がちょっと足首細かったですね。僕ね、足首の細いマスチフってあんま好きじゃないんですよね。なんかほら足首が細いでしょ。足首の細いマスティフはね、どのマスティフも僕はあんま好きじゃないんですよ。まあこっちの方がまだ、その足首に関してはですよ、足首に関してはこっちの方がまだいいかな、さっきのよりは。いやなんか人が増えて、いやでもこっちの方がいいもんな。人が増えてきたから向こうにフェンスの向こう側のあっちに移ろうかなとか思ったんですけど、フェンスのっていうのはその向こうの関係者の方、関係者席の方です。僕は向こうに入れます。友達がたくさんいます、中に。でもこっちの方がね、多分ね、犬はね綺麗に見えるんですよ、向こうで見るよりも。だからこっちの方にわざわざあえてこっちに来てるんです。昨日と一昨日は向こう側にいました。あーほらほらほら見てください、この犬ほら、さっきの犬と比べたらなんか足首がほら寸胴じゃないですか。こっちの方がね、僕はですよ、僕はこっちの方が好みですね。足首が細いマスティフはね、もうちょっとダメですね。ダメじゃないです、ダメじゃないです、僕の好みが、僕の好みがですよ。すぐダメとかすぐ言うから。
いや、こっちの犬の方が全然いい、さっきの犬よりは。ほら、そう思いませんか。もうね、足首が細くなってたらもう全然ダメなんですよ。また全然ダメと言っていますけど、全然ダメじゃないです、すいません、全然ダメじゃないです。ただあんまり好きじゃない、僕の好みとしては。犬じゃないところは映してた。なんか尻尾を股の間に入れてます。あれ、あ、大丈夫か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 。なんかちょっと怖がってんのかな。いや、なんかあんまりちょっと少しあんまり乗り気じゃないですね、この犬。でも犬っぷりはさっきの犬よりこっちの方が僕は好きですね。コートはでもあっちの方が綺麗だったなって。チャイル、あ、取った。なんかオフィシャルカ買いたいな。セントラルアジアンオフィシャルカ買いたいですよね。もうセントラルアジアンオフィシャルカ買おうかな、本当に。ああ、CAO ですよ。なんか白くて毛が長くて、まあオフィシャルカはそんなに長くありませんが、ちょっと長いじゃないですか。ものすごい短毛じゃないじゃないですか、ちょっと長いですよね。それでその大きいじゃないですか。なんか白くて大きな犬をちょっと飼いたいんですよね。そしたらやっぱオフィシャルカでしょ。あの精悍な顔つき、リチャードギアみたいな顔してますよね。もう俺絶対もうオフィシャルカ買おう。マジでロシアから輸入しますよ。っていうか犬舎に行ってくる、本当に。それでも一番いい犬舎にから輸入します。ちょっとだから今から1年か2年ぐらいかけてどこが一番いいかちょっと調べます。で、一番いいところから輸入します。それでも世界のトップの犬を飼いたい。それでも繁殖します。繁殖は一人じゃできないんですよね。でも絶対将来的に繁殖します。まあオフィシャル化するかどうかがありません。どの犬か絶対やります。もう絶対やる。でもオフィシャル化、まあその繁殖するっていうことはやっぱり好きな犬じゃないとできないですからね。だから自分の好きな犬をもうちょっとやるんですよ、もう絶対に。もうオフィシャル化でしょ、やっぱり。でね、そのあんまり凶暴じゃない方がいいんですけども、オフチャルカはだから凶暴じゃないオフチャルカに育てたいんですけど、大丈夫かな。なんでボルドを見ながらオフチャルカの話してるんでしょうかね。うわ、この犬いいな。まあさっき足首がどうのこうのって言ってましたけど、それをの度外視してというか、それを含めてもなんかこの犬すごいいいですね。その足首が細い方が嫌だとかいうことを含めてもこの犬はいいですね。この一番前の犬、度外視しちゃダメですね。そう、含めても足首の細い犬はいい、好きじゃないということを含めても、あ、この犬がいい。でもその後ろの犬もいいですよ、その後ろの犬もいいですよ、本当に。でもちょっとなんかビビってるっていう動きをするんですよね、あのさっき後ろの、あ、今入れ替わった2番と3番が。ほら、元気がないもん、一番後ろの犬。
悪くないですけどね、犬は悪くないですけど。あー、やっぱ向こうの犬になった。わかる、わかるって決まった後にわかるとか言うのはダメですよね。後出しじゃんけんみたいな。いやだってさっきそこに立ってる時はあれですよ、縦になってたからわからなかった、見れなかったですもん。でもう半周回ったらすぐ、はいあなたみたいに決まったから、ちゃんと見せてもらわないと決められないですよね。っていう風に、そのなんていうか、俺には犬を見る目があるんだみたいなことを一生懸命今言ってますけど、次はその、いやもうね、今さっきまだ来てすぐ今これを撮り始めたから、まだ全然お友達とかに挨拶してないんですよね。あっちの向こうの関係者の中にあのパドックに行かなきゃいけないんですけどね、ちゃんと挨拶してきてねって言われてるんですけどね、まあ、言われたのもそのキャンベラのオーストラリア人に言われてるんですけど、というか海外に来た時にお友達があそこにいてとか言って、そのお友達というのは全部全て海外の人です。僕が言ってる日本人のお友達なんか全然来てないですから、一人も日本人誰も知らないんですから。だからお友達がっていう時は全て海外の人です。あの辺にお友達がいるんですけどとか、さっきあそこにお友達がいたんですけどっていうのは全て海外の人です。よくヨーロッパでもよく言いますけど、さっきまであそこにお友達がたくさん集まってたんですけどとかよく言いますけど、それはもう全て海外の人です。全てヨーロッパ人とか、なんか全てとにかく全て海外の人。日本人の犬の関係者の友達なんかほとんどいません。その意図的にわざと僕は日本人の友達を作らない、犬の関係者の友達を作らないように、作らないようにしてきましたから。もちろんゼロじゃないですよ、さすがに犬の仕事してますからね。それはお友達はいますよ、何人か犬の、日本人の犬の関係者のお友達はもちろんいますけど、ただ他の人たちに比べたら極端に少ないですよね。もう全員の顔と名前を全部言えるぐらい、少ないです。まあみんな言えるか、みんな100人も200人もいても言えますよねまあとにかく、まあ僕はその日本人の犬の関係者のお友達はもう極端に少ないわけです。誰も知らないで、ドッグショー、日本のドッグショーにももう全然一切わざと意図的に関係しないようにしてきましたから。だから去年からもうちょこっと海外、いや日本のドッグショーにも行くようにして、今年初めてジャパンインターに行きましたけど、とにかくその誰も知らない方がいいんですよ。知ってるとね、なんかね、犬のことをやってるのか人間関係をやってるのかわからなくなるわけですよ。まあ男の場合はねまだいいんですけども、女性が絡んでくるとね、もうね、もうあの人がこんなにして、こうしてあの人がこうなって、ああなってこうなってて、もうねすっげえややこしい、その人間関係の、なんか人ドッグショーをやっているというよりも人間関係の付き合いをやっているみたいなことになってしまって、なんかねクソめんどくさいんですよね、そういうのは。だからそういうのに巻き込まれないように、もう意図的にわざと日本人の犬の関係者は一切誰も知らないようにしてきたので、もうすっごい楽ですよね僕の場合は。誰も知らないから自由に好きなように好き勝手なことを言っていいわけですから。だからね、まあ、ただそのほらなんか、まあ、冗談でふざけてなんか言うことありますけど、本気でシリアスにネガティブなことを言うことはないです。誰かのことを悪口言ったりとか、なんていうか、なんかよく言うじゃないですか、あのジャッジはあの犬のオーナーと仲がいいからあの犬が選ばれたんだとか、そんなことを本気で言うことはもう絶対ありませんから、まあ、例えばですよ、例えばその一つの例として、あのジャッジは買収されているとか、まあ、冗談で言いますけど、そんなこと本気でそんなこと言うわけないじゃないですか、まあ、冗談でそんなこと言うことありますよもちろん、でも本気では一切そんなことは言いません。まあ、それはね、そうマナーっていうかな、それはもう日本人の犬の関係者を知ってるとか知らないとか抜きにして、そういうことは一切言いませんから、もし動画の中でそういうことをもし僕が仮に言ってたとしても、それは全て本気ではないということをちゃんと分かっていただきたいなと思いますね。なんか観客が増えてきたな、だんだん
だからちょっと向こうに行きましょうかね。ただね、あのほらファーストプレイス、セカンドプレイス、あれ指入ってるかな、あれ指入ってない、あ入ってる、あのファーストプレイス、セカンドプレイス、サードプレイスって書いてあるんじゃないですか。つまり1位、2位、3位ってあのあれですよ。あれはねこっち側からだからこう見えるけど、こっちあれっていう、こっち側からだからこう見えますが、あのね向こうのね向こうの席に行ったらもう見えないんですよ。だから僕はわざとあえてこっちに来てるんですよ。でないと全然見えないですよ犬が。すごい観客。そしてほら これ見てください。この人ほら右手に入れ墨入れてるでしょ。右手っていうか左手も入ってるのかな、左手見えないけど右手に入れ墨が入ってるじゃないですか。ほらね、ね、これはものすごく普通です。ナチュラル、うん、無数にいますあれくらいの入れ墨の人は。だからまあ入れ墨というかもうタトゥーですよね。なんかだから特別な感じではないので海外では。だから日本人はそれにねもう慣れなきゃいけないと思いますよ。タトゥーには慣れなきゃダメです。オーストラリアはねまだそのこういうそのほらなんていうかあのなんかここはもうテーマパークみたいな公園みたいなところなので、そこはまだほら子供連れとかそういうそのほら若い女の子とかが多いからまだ、まあでも若い女の子もタトゥーたくさん入れてますけどね、そのとにかくねまあ少ないですよ見た感じ。もうそのアメリカとかもそうヨーロッパもそうだけど、もうなんか人口の半分ぐらいタトゥー入れてるんじゃないかっていうぐらい入れてますよねみんな。でワンポイントでタトゥーを入れるとかそういうのはもうね本当にそのなんていうかな普通、もう本当にそれはもう半数以上の人がむしろ入れてるのじゃないかという思えるぐらいですよ。思えるぐらい、本当は実際はどうか分かりませんが思えるぐらいみんなタトゥーを入れてます。それに日本人だけがタトゥーを特別視しているので、そのもういい加減になれなきゃいけないなと思ってますけどね。イエスイエスウィーケン、すげえ喜んでるんですよ。おいえ、それ喜んでる、全然 OK ですね。喜んで OK です。喜ぶべきです、それは喜ぶ。あ、ていうかあの犬いいな、ほらグッボーイでずっといて、すげえ喜んでるあの人いいんじゃないですか。僕はずっと英語じゃない、その日本語で話してるので、そのみんなちょっとね今すごい口にカメラを近づけて話してますから、そんなに大きな声で話してませんけど、時々すごい何人どこの言葉で話してたろうみたいな感じでみんな見ますよね。ちょっともう指が痛くなってきた、もういいかなそろそろ。あ、BOB だったんだあれ、あだから興奮してたんだ。あー、オーマイグッドネス、あ、BOB だったんだあの、あ確かにいいな。うわ、よだれがすごい。いや、あの犬すごい良かった。うわ、もうちょうどあのジャッジの人の体で見えない。
グッボーイグッボーイって言ってました。グッガーっていう時もありますけどね。いい子だねいい子だねとかね、なんかそんな感じですよね。あまあそのあちょっと待ってこれいいんじゃないですかこのボールドフラね。ちょっとあいやいいと思う。ちょっと足が長いかな。あどうなんだろう。ちょっと足が長いかな。ちょっと人が増えてきたから向こうに行きましょうかね。いやでも向こうに行くとね映らないんですよね。犬がこっち側からの方が見えますもんねよく。Oh my. ちょっと手が痛くなってきた。もう手が痛い。すごい喜んでるこの人。多分オーナーなんでしょうねあの方が。多分オーナーなんですよね。全然もちろんそれ喜ぶのが当たり前だと思うんですよね。喜んで喜ぶのが普通。ちょっともう止めようかな。もう腕が痛くてもどうしようもないんですけど。ちょっとくそーもう全然引っ込まないあの人たちはずっとあそこにいる。やっぱいる間はねやっぱ撮りたいですよね。もうなんかもうもう右手がなんか石みたいになってなんかあのメドーサを見てしまったためにあちょっとまたうろ覚えになってしまった。なんかあのほらなんかほらメドーサの何でしたっけ。メドーサってほら髪の毛が蛇のなんか女がいるじゃないですか魔女みたいな。あれ石にするんですよねあの目を見たら確か。いや石になるんですよね目を見たら人は石になるんですよね多分ね確か体が。あれ今なってます右腕がちょっと痛い。ちょっと見てもう早くどっか行ってくれたの。もう止めれないよビデオ。もういいんじゃないの。くそもう痛い、もう嫌だ、もう嫌、もう絶対嫌、今嫌、もう今すぐ嫌、
求めます。求める求める。くそー、なんかずっと仰いでる。向こうで扇風機に当たった方がいいんじゃないだろうか。なんか表彰状とか言ってんのかな。なんであそこにずっといるんだろう、あの人たち。ちょっともうくそー、止めたい、今すぐ止めたい。もう腕がちぎれる、腕が、もう腕が、もう右腕がもう石になって落ちます。もうすぐ、もう落ちる、絶対落ちる。死ぬ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 。止める止める。